こんにちは。こんばんは。タコライスです。今日もマイクラやってくれはい。今日も元気にやっていきます。今日は前回に引き続き、新しい村を作っていきます。今日は家を建てて、村っぽくして、畑も作れるといいなぁ。あ、それと牧場なんかも作りたいですねー。さあ、やることはたくさんです。早速作業しに行きましょう。出発。新しい村作り、楽しみですねー。動画を見てくれている皆さんからもらったアイディアも、どんどん使っていきたいと思います。よし、ここからは歩きで移動です。新しく作る村にも、早く鉄道をつなげたいですねー。なんか、線路を分岐したりもできるみたいなので、いろいろ勉強していきたいと思います。あそこが新しく作っている村です。頑張って作っていきますかー。まず、家を作っていきましょうかねー。あ、材料の木を取ってこなきゃ。ここら辺は松の木が多いので、松の木も使ってみたいと思います。この松の木は、いつも使っているオークの木や、白樺の木よりも、色が濃くて黒っぽいので、その色を利用していきたいですねー。どんな感じにしようかな？今回使う材料は、村から持ってきた白樺の木と、今取ってきた松の木を使っていきます。よし。作っていきますかー。この、型焼き粘土で作った土台の上に作っていきます。柱は松の木の原木で、壁は白樺の木の木材で作っていきます。入り口の階段もつけてっと。よし、なかなかいい感じです。壁も作っていきます。松の木と白樺の木の色の感じがいいですねー。屋根も作っていきます。屋根は松の木の階段ブロックで作ります。こんな風に、柱の色と壁の色を違う色で作ったり、屋根も違う色の材料で作ったりする方法は、動画を見てくれている方から、教えてもらったんだよー。こんな風に作ると、おしゃれな家が作りやすいので、皆さんも参考にしてみてくださいねー。よーし、いい感じです。家の土台の型焼き粘土もなかなかいいですねー。むふふ、おしゃれな家になりそうです。この村の建物は、全部こんな感じの雰囲気で、建てていこうと思ってます。次は窓をつけていきます。あ、そういえば、このパソコン版のマインクラフト、アップデートがあるみたいです。結構大幅にいろんな要素が増えるみたいで、なんと、村人さんが農業をするらしいです。マラトさんも畑で小麦を収穫したりするんですかねー？このマップを使ったまま、うまくアップデートできるかどうかはわかりませんが、うまくいくようにいろいろやってみます。
アップデート、早く来るといいですねー。窓、付け終わりました。小さい家ですが、なかなかいいんじゃないですかねー。よしよし、あとは床をつけて完成です。床をつけて、ドアもつけて、完成だー。新しい村の家、とりあえず完成です。ムフフ、いい感じですねー。次は、ここを村っぽくしていきます。まずは道です。この前、動画を見てくれている方からアイディアいただきまして。新しい村の道、木のブロックで作ってみたらー、とアイディアいただいたんです。木の道もすごく良さそうですよねー。この村の道は、木のブロックで作っていきたいと思います。アイディアをくれた方、ありがとうございます。おお、木の道、いいですねー。この村にバッチリ合ってます。ほのぼのした雰囲気で、すごくいいですよねー。次はこの村を少し飾り付けしていきます。こんな感じで垣根を作って、家の横には畑も作っていきたいと思います。豚さん、いつの間に村の中に、ここに住みますかねー？大歓迎ですよー。あ、あれは。ちょっとちょっと。ゾンビさんはダメです。全然歓迎しないですからねー。もう。この場所、洞窟が近くにあるんです。今度洞窟の入り口。塞がなきゃダメですねー。豚さん、ここに住みますー？家を作ってあげましょうかねー。な、すごい回転、すげー。そんなドヤ顔されても何も出ないですからねー。とりあえず、村作りです。小さな牧場を作ったので、羊さんを入れたいと思います。こっちだぜー。新しい村、完成しましたー。村といっても、家は一つしかないですが、これからどんどん大きくしていきたいと思っています。村の入り口はこんな感じです。中に入ると、小さな家が一つと、横には小さな牧場です。家の中は、全然飾り付けはしてないのですが、こんな感じになってます。家の横には、畑があります。こっち側が小麦畑。そしてこっち側はジャガイモ畑です。今はすごく小さな村ですが、
これからどんどん大きくして、村人さんもどんどん増やして、大きな村にできればいいなぁ、と思っています。次回はいよいよ、村人ゾンビさんを治療して、この村に村人さんを連れてきたいと思います。どんな風に治療すればいいかなぁ。今から作戦を考えなければ。はい。今回はものすごい作業動画でした。退屈な内容になってしまって、ごめんなさい。でも、いい雰囲気の村もできたし、大成功です。次回は村人ゾンビさんを治療して、この村に第一村人ができるよう、頑張っていきます。村人ゾンビさんを安全に確保するのが難しそうですよねー。いろいろ作戦を考えていきたいと思ってます。何かアイディアがありましたら、よろしくお願いします。それでは、今回はこの辺で。最後まで見てくれた方、ありがとうございます。チャンネル登録者さん、ありがとうございます。コメント欄、ツイッターなどで、温かいメッセージ、アイディア、アドバイスなどくれる方、ありがとうございます。返信はできていませんが、良ければこれからも、よろしくお願いします。それでは、さようならー。またねー。